バイノリンナバイノリンナバイノリンナは、フィンランド、ウルヤラ出身の小説家。1954年に表された、無名戦士は、リンナの知名度を確立するものだった。代表作は1959年から1962年に、表された全三部作からなる、ここ、北極星の下で、で、ノーベル文学商工補作になった。 また、1963年には、北欧文学賞を受賞した。リンナは小学校卒業後に、農林業や工場の労働者となった後に、小説家としてデビューした。諸女作は1947年に表された、ヨハン・アウグスト・ストリンドベリ風の小説、目標で、翌1948年には、黒い恋を表した。その後、戦争文学に転校し、 戦争に対する小説を表した。タンペレ大学の名誉教授、フィンランドアカデミー会員でもあった。1992年4月21日、タンペレで亡くなる。ここ、北極星のもとにとも、AB リンナヤフー百科辞典、日本大百科全書、2012年10月30日、閲覧。ありがとうございます。